浮連それぞれやっぱり凝って作っております。まあ、これは実は、高円寺の、まあ、統一衣装ということで、まあ、ブルーですね、まあ、泡ですので、ジャパンブルーを使った衣装でございます。浮連やっぱり4色、5色使ったりですね、そしてもちろん鳴り物とか踊りとも別々にすると。それから子供たちは子供とまた違う柄にするとかというふうなことを浮連結構凝ってやっております。次にご登場いただきますのは江戸浮連でございます。高円寺南口、まさしく阿波おどり発祥の商店街、アーケードがかかっております、パル商店街、そこを舞台にできた江戸浮連、の、熱演をご覧いただき、江戸浮連大丈夫ですか、はい、ご覧いただきましょう。これが江戸浮連です。どうぞ。
はい、江戸浮連でございました。